股関節超硬くて内ももの隙間なんかできたことないよという人へ、こんにちは、ズボラのタレナフカイです。内もも痩せしたい人が内ももの隙間を作るために内ももを伸ばすだけの動画です。頑張りましょう。床に座りましょう。足の裏を合わせて股関節を外にぐーっと開きましょう。内ももが伸びる感覚あると思います。で、これでも伸びない人はやり方が3つあります。1つ目はお尻をしっかり壁につけて骨盤を立てる。これでも結構伸び感が強くなると思います。まだ伸びないっていう人はこの足をできる限り手前にグッと引く。内ももの付け根のあたり伸ばしてます。これでも伸びないよって方は骨盤を立てたまま前にグーッと倒れましょう。手のひらついたりとか頭もっと下げてもいいと思います。これで内ももが伸びると思います。呼吸を止めないように意識しましょう。OK です。じゃあこれで次は片足だけ小足を伸ばします。お尻は壁にしっかりつけて骨盤を立てておきましょう。でこのまま体を真正面に倒します。これで伸びる感覚ないよって方はこの足をできる限り外にグッと広げましょう。で骨盤立てたまま前に倒れましょう。もしこれでも伸びないよって方はつま先を外をグッと向けましょう。どうしても内向いてきちゃうので外側に向かってグッと開きましょう。内ももが伸びると思います。 OK です。ちょっと休憩しましょう。足を次逆足を伸ばしましょう。お尻はしっかり壁につけておきましょう。真正面に倒れて内ももを伸ばしていきます。先ほどと同じように伸びない方は外に開いてつま先外グッと向けましょう。今までは内もも痩せの動画は伸ばすというよりも内ももを使う動画がメインでした。なぜかっていうと内もも痩せできない人のほとんどが内ももが使えていないからです。まず内ももを使えるようにしようと思って内ももを使う動画をたくさん出してました。ただだいぶ内ももが使えるようになってきたとか内ももに筋肉痛が来るっていう声が上がってきたので次は内ももを柔らかくする段階に入ります。できる限り前に倒れましょう。呼吸は止めないよう意識しましょう。よし、OK です。戻します。ちょっと休憩しましょう。最後は開脚していきます。お尻をしっかり壁につけた状態で開脚できるところまで開きましょう。内ももが痛気持ちいいぐらい伸びるところまで開きましょう。きつい人はこれでも十分です。余裕がある人は股関節付け根からグッと動かしていきましょう。でどうしてもつま先だけこう動かすんじゃなくて付け根から動かしてほしいです。で付け根から動かす感覚がわからないよって人は手を添えるといいと思います。こうすると手でこうサポートしながらね股関節付け根を内外にグッと動かしましょう。余裕が出てきたらもう少し外に開きましょう。でこの動画はあくまで内ももを伸ばす動きだけです。なので内ももを使う動きをこの動画の後にやった方がいいです。この動画終わった後にやるおすすめの内ももを使う動画をこの終了画面と概要欄のコメント欄に貼っておきます。それでもまだ気持ち的と時間的に余裕がある人はもう一回この内ももを伸ばす動画やってみましょう。内ももを伸ばして使って最後もう一回伸ばす。これが内もも痩せには一番効果的です。 OK、 お疲れ様でした。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。